2018-19 V1 リーグ男子ファイナル6戦。この時間は JT サンダーズ対堺ブレイザーズの一戦を東京都大田区総合体育館からお送りいたします。深津からエドガーです。柔らかいサーブ、セッシャからジョルジェフ、上げました。深津が上げて積極的に序盤からエドガーが仕掛けていきます。松本のサービスエース、ここもリベロに入りました。井上が上げてセンターブロックです。ただ井上がここも上げる。そしてレフトから龍が打つ。エドガーブロック、エドガーを止めました樋口。サービスエース、こういった形ですね。サーブレシーブ、これも返る。後ろから来た、ネットにかかって第1セットは25対20でまずは JT が取ります。サーブレシーブ返る。エドガーブロック3枚対応しました。関田から、あー高野、連続ポイントは酒井です。小野寺のサーブから、ここは JT の予測を関田が外してきました。ああここは抜いたサーブでした。樋口のサービスエース、関田から高野を使った、一発でしっかりとセットポイントものにしました。競り合いになった第2セット終盤ですが25対23です。酒井が第2セット取ります。少し乱れた。さあチャンスボール、関田がどこを使うか。ジョルジフを使った、酒井が乗ってきました。12対10に追いつきます。ネットイン、いいサーブが入る。エドワーが上げた、アウトになる。惜しいプレーです。ちょっとでも顔しかめてましたね、はい、足なのか腰なのか、ちょっと今も険しい表情を見せました。足っぽいですね、左の足首ですかね、ちょっと気にしています。ブロック、それでもエドガーを使ってくる、そして決めてくる。エドガーの一人でのブロック、関田のサーブ、サーブレシーブ返る。復活からエドガーが来た、しっかりと決めました。エドガー第3セットを取ったのは JT サンダーズ、25対22。酒井がこの段階でファイナル3進出の夢はついえました。復活はバックアタック使ってきました龍です。山本ブロック、サーブレシーブ返る。エドガーエースですね。そうですね、関田バックステップを踏みながらトスを上げてブロック、最後は深津のブロック。
ファイナル3進出に向けて JT サンダーズ大きな3ポイント獲得。ちょっとプレー中に足を気にする様子が見られたんですけれども、そのあたり大丈夫ですか？Oh, no, no, no. It's just an ongoing thing. It's been a very long season and we're getting to the important games and, you know, we played a very long game today over four sets with Sakai. So, you know, it's just one of those things after a long season. まあ、あのシーズンが長いので、まあ、大したことないんですけど、こういうことってどうしてもあの4セット今日も戦いますし、こういうことですけど、まあ、あんまり大したことも問題ないと思います。